らいっていうのもちょっとあったんですけど、自分なりに戦ったなと思って。前戦ってくれた選手を対策して戦ってたんですけど、その選手もいろんな強い選手にやられてってたんで、全員初対戦だったんで緊張したけど勝ててよかったです。あんま手数が出せなかったので、手数を出して、KO を狙います。いや、今回ちょっと藤田選手とできなかったのは残念だったんですけど、また次の機会あると思うんで、その機会に向けてこれからも練習頑張っていきたいと思います。3兄弟で兄2人がプロになってるんで、僕も遅れずにしっかりプロになって活躍できるよう頑張りますので、応援お願いします。今回デビュー戦だったんですけど、まあ今年1年もっとレベル上げて、まあ、近々もうすぐプロになれるくらいの強さになりたいと思います。そうですね、まだ課題がたくさん残るような試合だったんで、まあ、どこも怪我しないんで、明日からまた練習頑張りたいなと思います。僕と練習の先輩方と会長と練習してもっと強くなって、自分の持ち味を試合でもっと出せるように頑張ります。自分の中で想像で出したいことは、ちょっと本戦でやっぱ緊張しちゃって思い通りにできなかったけど、でも勝ってよかったです。直近で試合にまた出ようと思ってるので、トライハードジムのプロの選手すごいみんな上手で、早くその人たちに追いつけるように、これからまた練習頑張っていきたいと思います。前回の試合決勝で負けてすごい悔しくて、練習したんで優勝できて嬉しいです。今日の大会に向けた練習ずっとしてきたんで、結果が残せて嬉しいです。やっぱまだ沖田道場、すごい僕同世代で強い選手がいっぱいいて、正直僕遅れてるんで、やっとこれ取ってスタートラインに並んだかなって感じなんで、今からもっと上目指して頑張っていきたいと思います。僕ムラッシュが得意技なんですけど、僕のラッシュが通用するかなってすごい思ってて、すごい最後の選手の方もラッシュ行った瞬間にハイキック来るんじゃないかっていう警戒意識があって、なかなか行けなかったんですけど、最後は自分ムラッシュ決めて勝つことができてよかったです。まあ、自分は今10代で活躍している選手が多い中で、今年24になります。まあ、だらだらやってる暇はないんで、早く実力つけてプロの舞台で暴れたいと思うので、よろしくお願いします。